昨年12月の初旬にですね、植えましたフリージア、10個のうちですね、4個を鉢植えにして、残り6個を地植えにしました。その鉢植えのですね、4個のうちにですね、芽が出てきたものがあります。あ、だいぶ出てますね、大きくなってますね。こちらの方も、はい、芽が出ています。両方ともですね、2個ずつ植えたんですけれど、あ、こちらの方、あ、少し芽が出てますね。一応2個ともですね、芽が出ています。こちらの方はですね、もう一つの方がまだ芽が出てません。まあこの後ですね、出てきてくれることを期待したいと思います。今日はですね、1月の27日です。ちょっと雪の方がですね、まだこれくらいあります。今月の10日前後にですね、大雪が降りまして、1メーター、3、40センチぐらい積もったんですけれど、今はですね、だいぶ溶けてきて、まあ、2、30センチですね、になっています。まあ、一応その時はですね、この鉢植え2つ、軒下に置いておきましたので、一応問題はありませんでした。ただですね、大雪が降ってた時も少し芽が出てましたね。寒い中芽を出してくれました。今後もですね、順調に大きくなってくれると思います。それではですね、地植えの方なんですけれど、ちょっと見てみたいと思います。こちらのスペースに春から夏にかけてですね、咲く花々の球根や苗が植えてあります。こちらはですね、以前に動画でもあげましたけれど、ラナンキュラスになります。ラナンキュラスのですね、トンネルになります。そしてこちらの方が、菊です。こちらも動画で上げております菊です。その雪よけのトンネルです。そして今回のフリージアはですね、こちらになります。雪がちょっと積もっています。まだ3、40センチほど積もってますけれど、この下にですね、球根が植えてあります。先ほどもですね、お話ししましたけど、今年はですね、1メーター3、40センチほどのですね、雪が降りまして、まあ現在ではですね、だいぶ天気が良くて溶けてきていますけれど、かなり大雪になりました。まあ現在雪の下になっていますけれど、この雪が溶けてですね、芽が出てきて、綺麗な花をですね、咲かせてくれることをですね、期待しています。その様子はですね、また動画で上げていきたいと思いますので、またお願いします。